平野翔たちが24時間テレビに出ない理由。誰も知らない舞台裏の衝撃。ナンバーアンダーライン愛が24時間テレビに出演しない理由について、今年の夏の一大イベントである24時間テレビに関する議論が巻き起こっている。毎年恒例となっているこの番組は、多くの視聴者に感動を与え、チャリティー活動を通じて、広範な社会貢献を果たしている。しかし、 今年は特に注目されている理由がある。それが、新たに登場したアイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイだ。ナンバーアンダーラインアイは元キングプリンスのメンバーである平野翔、神宮寺優太、岸裕太の3人によって結成された。彼らは新会社トベに所属し、新たなスタートを切ったばかりである。ファンは彼らが24時間テレビのメインパーソナリティに就任するのではないかと期待していたが、 結果は違った。まず最初に考えられる理由は、テレビ局側との摩擦だ。過去には、24時間テレビの放送内容に対して批判が殺到したことがある。特に、昨年の10月期に放送されたドラマ、セクシー田中さんでは、原作の実写化においてトラブルが発生し、原作者の足原彦氏が亡くなるという悲劇が起きた。この事件は SNS を中心に大きな話題となり、 テレビ局の信頼性に疑問符が付けられた。さらに、3月3日に放送された、世界の果てまで行って9では、今度は井本彩子さんがメインの人気コーナー、改まハンターで問題が発生。放送された VTR が事前に申請された内容と大きく異なり、今後民主共和国大使館が激怒する事態となった。これにより、日テレは国際問題に発展する可能性があると危惧されている。 これらの問題が積み重なった結果、日テレの制作方針に疑問を抱く声が増えてきた。24時間テレビの意義が揺らぐ中で、視聴者からの信頼を取り戻すためには、慎重な対応が求められている。一方、n o ーアンダーライン I のメンバーたちは、音楽活動に専念する意向を示している。彼らは新しい音楽番組 WithMusic でのパフォーマンスで歓声を浴び、 音楽を通じてファンとの絆を深めている。このような状況下で、バラエティ番組への出演は彼らの活動方針に合わない可能性が高い。さらに、彼らの出演が見送られた背景には、事務所との関係も影響していると考えられる。旧ジャニーズ事務所と日テレの関係は依然として続いており、これが新たな事務所、とべ、との間での摩擦を生んでいる可能性がある。 総じて、ナンバーアンダーライン愛が24時間テレビに出演しない理由は、テレビ局側のトラブルや彼らの音楽活動への専念、事務所間の関係など複数の要因が絡み合っていると考えられる。これからの彼らの活動に注目しつつ、視聴者としても冷静に事態を見守ることが求められるだろう。このような背景がある中で、24時間テレビに出演しないという決断は、 ナンバーアンダーライン愛にとっても大きな転機となるかもしれません。ファンの期待とプレッシャーが彼らを取り巻く中、どのようにして彼らが自分たちの道を切り開いていくのかが注目されます。一方で、平野翔神宮寺優太、岸優太の3人は、それぞれ個々の活動も活発に行っています。例えば、平野翔は俳優としてのキャリアをさらに広げるために新たな挑戦を続けており、 神宮寺ゆうたも舞台や映画での活躍が期待されています。岸ゆうたは音楽活動に力を入れつつ、バラエティ番組への出演も続けており、多岐にわたる才能を発揮しています。また、彼らが所属する新会社、とべは、これまでのジャニーズ事務所とは異なるアプローチでタレントの育成とプロデュースを行っていることが注目されています。新しい環境での活動が、 彼らのクリエイティビティをさらに引き出すことになるでしょう。一方で、24時間テレビの放送内容や番組構成についても議論が続いています。近年、視聴者からはチャリティー番組としての意義や感動を強調する演出に対して批判的な意見が寄せられることが増えてきました。それに対して、番組制作側はどのように依えていくのか、視聴者との信頼関係をどう築いていくのかが問われています。 今年の24時間テレビがどのような形で放送されるのか、その全貌はまだ明らかではありませんが、これまでの問題を踏まえた上で、より多くの人々に感動と共感を与える番組となることを期待したいところです。さらに、国際問題に発展しかねない過去のトラブルについても、日テレは真摯に対応する必要があります。今後民主共和国大使館との関係修復はもちろん、 視聴者に対しても透明性を持った説明と謝罪が求められています。これにより信頼を取り戻すことができるかどうかが今後の番組制作に大きな影響を与えるでしょう。また視聴者としてもメディアの報道や番組制作の裏側にある真実を知ることが重要です。情報の受け取り方やその背景にある意図を理解することでより健全なメディアリテラシーを身につけることが求められています。 今後の展開として、ナンバーアンダーラインアイのメンバーがどのような形でファンと関わっていくのか、また24時間テレビがどのように進化していくのか、注目していきたいところです。彼らの活躍とともに、視聴者としても番組を通じて得られる感動や学びを大切にしていきたいものです。これまでの成功や失敗を糧に、より良い未来を目指して歩み続けることが大切です。 ナンバーアンダーラインアイと24時間テレビの未来に期待し、共に新しい時代を迎える準備をしていきましょう。時代は常に変わり続け、新しいチャレンジが求められる中で、ナンバーアンダーラインアイのメンバーもまた新たな道を模索しています。彼らの音楽活動の専念は、ファンにとっても新しい楽しみ方を提供する機会となるでしょう。平野翔、神宮寺優太。 歴史ユタが音楽を通じてどのようなメッセージを伝えていくのか、彼らのクリエイティブなビジョンがどのように具現化されていくのか、そのプロセスを見守ることは非常に興味深いです。また、彼らの活動が国内に留まらず、海外進出を視野に入れていることも注目すべきポイントです。グローバルな舞台での活躍は、日本のエンターテインメント業界に新たな風を吹き込むことでしょう。 海外のファンとの交流や新しい文化との融合が彼らの音楽やパフォーマンスにどのような影響を与えるのかその進化を楽しみにしています。一方、24時間テレビの未来についても考えてみましょう。この番組は長年にわたり多くの視聴者に感動を与え社会貢献活動を促進してきました。しかし時代の変化とともに視聴者のニーズや期待も変わってきています。 今後の24時間テレビがどのように進化し、視聴者の心を動かす内容を提供していくのか、その挑戦に期待が寄せられています。例えば、番組の構成やテーマに対するアプローチを見直すことが考えられます。感動を与えることはもちろん重要ですが、視聴者が共感しやすいリアルなストーリーや、多様な視点からの社会問題の提起も必要です。また、チャリティー活動に対する透明性の確保や、 寄付金の使用方法についての詳細な報告も信頼を築くために欠かせない要素となるでしょう。さらに視聴者参加型の企画を増やすことで番組への関与度を高める試みも有効です。SNS を活用したリアルタイムのコミュニケーションや視聴者が直接参加できるチャリティーイベントなど新しい形のエンターテインメントを提供することで番組の魅力をさらに高めることができるでしょう。これからも 彼らの活動を応援し、番組を楽しむことで、より豊かなエンターテインメント体験を共有していきましょう。彼らの成功とともに、私たちも新たな感動を見つける旅に出るのです。その旅路の中で、私たちがどのような発見をし、どのように成長するのか、それはまさに未来の物語の一部なのです。彼らの挑戦とともに、私たちも新しい時代のエンターテインメントを楽しむ準備をしましょう。 ナンバーアンダーラインアイと24時間テレビの未来に期待し、共に新しい時代を迎える準備をしていきましょう。